どうも、くぼっちゃんです。今回はうちのみーちゃんのこと勝手にいろいろ話しちゃうよ。みーちゃんは生後2ヶ月の時にやってきたよ。みーちゃんが生まれたところは隣町で、お母さん猫はお外で暮らしてる野良猫さんって名前だって人間が話してたよ。僕は僕につきまとう兄ちゃんが可愛くてついつい甘やかしちゃうんだ。だから今では体も態度も僕より大きいよ。僕が兄ちゃんを甘やかしてしまう分、ラムちゃんがしっかりと教育してくれてるよ。兄ちゃんは器用で戸も開けられるし、おもちゃをくわえて持ってくることもできるよ。だから人間が犬みたいって騒いでるよ。こんな僕たちをこれからも応援よろしくね。